皆さんこんにちはこんばんは、えー、レクセニコ市二次試験担当しております金城淳之介と申します、えー、今回はですね2019年合格目標中小企業診断士二次直前対策講座のご案内をさせていただきたいと思います、えー、短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします さて今回皆さんにお伝えしたいのは大きく3つのポイントになります一、えー、つはですね、まあ、毎週日曜日を中心といたしました、まあ、8月に行われますイベントのご案内そして9月に入りましてからですね、まあ、あの二次試験の学習をすでに始められている方向けのマストアイテムレク講師陣によるまあ対策増上というのが一つ。 で、三つ目が、今までですね、そこまで、え、二次を本格的にやられてない。これから、まあ、二次にチャレンジ、本格的に対策をされ、されようとする方向けの。直前対策講座、この三つのご案内をさせていただきたいなと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。まずはですね、一次試験、受験された方、本当にお疲れ様でした。で、まあ。 もう一次試験実は終わった直後からですねレックではもうあの8月4日当日にですね既すにもうイベントをやっておりまして以下もう毎週日曜日ですねえ8月11日で12日祝日ですけども18日25日とそれぞれえ二次試験についてのまあ情報発信ですねえ主に行っておりますとでまあ皆さん試験後にご覧いただいているという想定で今喋っておりますのでまあ 梅田それから新宿エルタワーそして池袋を中心にですねあの全国中継、まあ、梅田だけはあの現地のみなんですけれどもそれ以外のところについては全国中継しておりますですので、まあ、あの参加無料ですし予約も不要ですから是非2次試験チャレンジされる方はもう毎週日曜日はですねレックで情報収集していただきたいなと思います。 まあ特にあの8月18日はこれ私ですね池袋であの過去問分析についてお話しさせていただきますのでぜひこれはあのお聞きいただきたいなと思いますまた今ちょっと過去問って話をいたしましたけれどもあのまあそれぞれのまあここにおります講師もそうなんですけれどもえ特にもう学習始めてる方向けではありますが。 直前対策にさまざまな各講師陣による直前対策道場というのが行われておりますでまあほとんど生講義のみなんですけれどもこちらのですね新橋の後藤講師とそれからエルタワーの立花講師そして私のですね池袋のこの講義についてはウェブ DVD でもですね展開しておりますで手前ミスで大変恐縮なんですけれどもこの私のですね この10月6日13日という本当にもうあの超直前に毎年行っているんですが平成13年から、まあ、過去問をですね総ざらいということでもう本当に一気にこう今回は18年分、ね、18×4 で843272事例を一気にこの2日間で。 振りり返っっててしままおううといい、ね、も,ものすごい企画になっておりますでこちらは、えっと、実は WebDVD で8月の下旬からご覧いただけるようになってますですのでもう生講義まで待てないという方は是非8月下旬からですね Web であのご覧いただけますのでもうこれマストアイテムですあの過去問のエッセンス全部詰まっておりますのでこちら見ていただいてで一気にこの、えー、18年分を こうマスターしていいたただきたいなと、まあ、そういうい講座になってますそれ以外もあの各講師渾身、えー、のですね道場ございますので、えー、ぜひご検討ください。で今回はですね、あのー、まあとはいえなかなかいきなり過去問はハードル高いという方のために、まあ、これから二次対策をやるぞと本格的やるぞと、まあ、ここにはちょっとね二次対策をやってこなかったよという方向けにも安心してください。えー、3つの コースを用意しましたまた、あ、とはいえもう,もうこちらですね直前フルコースというのをもうあのおすすめいたします特にやってないというのであれば、えー、というのはインプットとアウトプットがフルフルでセットになってます。でこちらのインプットですね、えー、わずか15時間で一気にこの知識面と読解記述思考力というそれぞれのテーマに分かれまして。 で二次試験対策の基本っていうんでしょうかね二次の考え方であったりだとか読み方書き方などなどについてですね基礎からこう一気に15時間で完成させるとで実はこのコンプリートシリーズ大変恐縮ですがこれ私が、はいまあ、これ次のページにねご案内あるんですけれどもこちらか、あのー、こういった形であの全2回ずつですね はい、あの過去問をベースにしながら私が担当しておりますこれもまあ今まで特に2次試験の勉強されてこなかった方はもうマストアイテムといって間違いないでしょうね15時間で、えー、基礎からあーしっかりとねた、えー、き込んでいただいてでその後アウトプット34事例も実に用意しております、はい、もうこれでですね あと、まあ、基本の部分とアウトプットの練習と先ほどご紹介したこの18年分の過去問があればもう鬼にかなぼうという形になります。まあ、とはいえすでに学習経験されている方とかもしくは、まあ、去年以前にですね二次試験を受験経験がある方については、まあ、知識についてはそこまでね、えー、細かくやる必要はないだろうということで知識編以外の、まあ、10時間コンパクトにまとめた部分と あとは事例のアウトプットのトーレンの事例ですねあの30事例なのか22事例なのかということで、まあ、お求めやすい価格でご用意はしておりますですので初めてチャレンジされる方はもうこちらの直前フルコースをでトーレンをしっかり解いてみたいとかあとは必要最低限の事例だけやりたいという方についてはこちらスタンダードやベーシックというところをお選びいただければと。 いうような立て付けになっております。ただいずれにせよですね、まあ二次試験というのはやはりこの80分で、えー、しっかりと読んで考えて書くというスキルが求められます。あのー、一次試験のインプットの知識だけではですね、やはりなかなか80分じゃタチ打ちできないですね。やはりそれなりのこう二次試験向けの訓練を積み重ねていただかなければという意味でこの コンプリートシリーズそして、まあ、それ以外に事例4のですね、えー、特訓とか、まあ、そういったものもあと過去もアプローチですね、えー、もご用意しておりますもう万石なインプットとあとは徹底したアウトプットの訓練ということで、あのー、今まで二次対策やってなくてもう間に合うかな不安だなとご安心ください大丈夫です、えー、こちらにですねしっかり、あのー、取り組んでいただければ十分です。 で経験者の方とか既にもう2次学習されてるという方はですね、まあ、こちらをあのアウトプットとしてやるかもしくはこういった各講師陣のまあ道場で特にもうこの過去問の徹底ね総ざらい、ねえー、道場是非これは、えー、もうお買い求めくださいもうこれマストアイテムです合格のためのねでそれぞれのまあ詳しい価格とかですねスケジュールについてはまあこちら あの後ろの方にも載っておりますしまた各レックの本校とかですねお問い合わせいただいてウェブサイト等でご案内もしておりますのでそちらをご覧いただければと思います。はい、というわけで今回,につい今回はですね本当にもう一次試験終わってなんだかこうよくわからないうちにどん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 こう焦り 焦るる方もいいらっしゃると思いますすけども大丈夫ですまずペースメイキングとしてね、えー、毎週日曜日レックの情報提供をぜひ、えー、こちら、あのー、情報収集していただいてでそれと並行して9月に入ったら道場にチャレンジしてみるとで特にこの私のはもう8月下旬からもうウェブで見れますのでぜひこれ見ていただいてで初めての方はもうこちらですね「超不フルコース」で。 コンプリートでしっかりインプットをしアウトプットを徹底してやるとこれで盤石な2次対策していただければと思います。はいというわけですのでもう本当にあの1次終わってですね、えー、お疲れというかもう燃え尽きたという方もいるかもしれませんがあの2次試験10月。 もうあと本当にわずかですのでね残された時間を無駄にしないためにもこの REC の2次直前対策講座を有効活用していただいてで合格を手にしていただければと思います。はいえー、もちろんあの池袋直接来れる方はですね私に会いに来ていただいて、はい、あのこの8月18日とですねあと10月6日13日池袋おりますのでぜひぜひ会いに来てください。はい、というわけで、えー、簡単ではありますけれども。 えー、レックのですね2019年合格目標2次直前対策講座のご案内はここまでにしたいと思います、えー、皆さんと一緒にですね合格までサポートしていきますのでレック講師陣一同ね是非是非ご検討ください、はい、というわけで、えー、2019年、えー、講座案内はこちらまでにしたいと思います、えー、ご視聴ありがとうございました